では今夜も始まりましたパチンコプレイガイ TV 増刊号、今回はですね佐賀県スロットタウンゼロに来ております。今回の実戦舞台はスロットタウンゼロ、総台数は278台で20円と5円のパチスロ専門店。懐かしい台から最新台まで幅広い機種ラインナップが魅力のホールですよ。そして本日僕と一緒に実践するのはポポさん。はい、ポポマスカラスです。よろしくお願いします。はい、本日スロットタウンゼロなんですけれども、はい、確かこの番組の一発目もここで収録だったんですよね。はい、はい、それ以来の収録なんで何年ぶりですかね。3年ぶりぐらい、そんぐらいじゃないですかね多分、はい、でこのお店の特徴としてすごいですよね、機種が、まあ、もちろんスロット専門店なんですけど、はい、結構古き良き機種というか、うん、昔ながらの機種でもいい台がまだまだ残ってるんですよ、うん、でめっちゃ豊富なラインナップですよね。なのでちょっと立ち回りがね非常に重要になってくるお店かなと、うん、そうなんです、感じはしますけど、まあでもそれ何を打つかっていうのは目標次第ですからね。そうですね、はい、今週も来てもらってますんでエンジェルスの登場お願いします。お願いします。こんばんは、プレガイドエンジェルスのアミです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんでテンション低くなったんですか。なんでもっとわーとかないんですか。見慣れてるよ。いやいやわー、ね、ありがとうございます。ね、持ってきましたよ今回も。痩せましたね。痩せました、痩せました、ありがとうございます。俺ちょっと気づかなかった。分からない痩せたらしいです。5キロ痩せたらしい。痩せました。もう早く聞いてください。今回の聞いていいですか。はい、どうぞ。じゃあもう早速いっちゃいます。お願いします。これだ、じゃん。うわ、あ、まあまあまあ1000枚です僕は。お、500枚。おお、500枚。うわ、いいな、いいな、せっかくだってこんないろんな機種あるんだったら、ね、結構 A タイプも選択の余地に入りますから、うん、遊びながら楽しみながら目標を目指せますよね、500枚なら、うんうん、結構楽勝かな。楽勝かなって結構強気な発言しちゃいますね、うん、1000枚は、うん、そうね、これね、ほんと難しいですよ、1000枚って微妙なライン。投資いっちゃうと大変なことになりますから、うん、投資を抑えて出せれば一番いいんでしょうけどね。当たり前だな、うん、当たり前のことを言いましたね。当たり前のことを難しい顔で言いましたけど、うるせえ。まあ、はい、で今週ですね、はい、今週というか前編後編で来週まで続いて放送になりますけれども、はい、今回は前編になりますので、はいはい、もう早速いっちゃっていいですかね。いきましょう。はいはい、頑張ってください。はい、ということで早速いってみましょう。はい、僕ですねちょっととりあえずですねこのホールの特徴的なこのバラエティーコーナー、いろんな古い台とかもねいい台が置いてあるんですけれども、そこで打ちたいなと思ってて見つけたのがまずこちらでした、ボンバーパーフルス。まあこれはそこまでね古くもないんですけど、とりあえず46ゲーム2回当たって46ゲームで放置されてましたんで、ここからですねまず128まで打っていきたいなと思います。結構その天国のゾーンで当たりやすいんですよ。でそこ抜けると結構ハマったりしやすい台になってますんで、まずチャンスですからね、128まではどうかなと。で結構もう稼働が良くて動きにくいので、ちょっとその店内の様子見っていう意味も込めて、ガッキーは店内の様子を見ながらの立ち回りを意識しているようですね。一方ポポが選んだ台は、はい、私は BMAX 取りました。これ新台入って間もないというところもあって、私初打ちです。初打ちなんですが、昔の BMAX 4号機の時の BMAX は結構打ってたんで、そんな目押しは上手ではないんですけど、まあ、懐かしさもあってちょっと打ってみようかなというところです。でどうやらこの台は目押しができるかできないかで大きな差があるということなんですけど、まあそれはビッグ見た時に考えようかなと
思ってます。ビタ押しが必要な BMAX を選んだポポ、ちゃんとビタ押しをできるのでしょうか。さあ今ですね、109ゲームで全長の、回転ステージに入りました。これがですね128位台での全長と、多分最後の全長だと思われます。よし、これは黄色です。まあ、背景というか、あの横の帯の色というか、ここですね。ここがどんどん変わって緑赤と行けば大チャンスなんですけど、どうでしょう。ここで発展、残念残念。よし、次行きましょう。とりあえずは200枚ですね。投資200枚で、1回やめます。この台は計算中です。で、次の台選びを次に行こうと思います。はい、早速投資150枚でボーナスかかりました。どれを狙おう、7狙おうか。レギュラーでした。さあ、この台は技術介入度が非常に高いということで、おまけに初打ちということでちょっと見ます。見倒し成功なら、うわ、これ難しいな。失敗した。板押し成功なら今のように15枚で取れると。うわ、これはもうめんどくさいな。2回ほどミスりました。まあ最初なんでしゃあないでしょう。その2回のミスが命取りになるかもしれませんよ。次はパーフェクト目指して頑張ってくださいね。めんどくさいな。はい、次は僕吉宗、こちらに座っております。で、今日ですね、午後からの収録ってなってるんですけれども、いい台が全然空いてないんですよ。なんでちょっといろいろ探したところ、なんとアイコンくのいちとザコです。で、今ですねゲーム数が110ゲームですね。113ゲームです。で、この2つのアイコンの時は、まず一番選ばれやすいのが天国なんですけれども、この感じだと128は超えると思うんですよ。だとすれば、その次に選ばれる可能性が高いのが天国準備になりますので、ちょっとこれで天国準備にいると仮定しまして、天国に行くまで打ったら間違いかもしれないですけど、現状の空き台を見る限りでこれ打ってるのが一番いいと思われましたんで、お、早速俵三連。まあ、とにかく、現状のホール内で立ち回るには、僕はこれは、今一番いい選択かなと思いましたんで打っていきますけど、
結構吉宗大やけどする可能性もありますんでね、いずれにせよハマるとしても自力でまずは合格に入れて当てたいですね。はい、次。お、あーどうだ。あー残念、 50% 外した。まあでもとりあえずは 50% を外したガッキーですが、この後本当稼働がいいんですけど、今吉宗が前代稼働してるんですよ、このホール。なかなかないと思いますよ。しかも結構データ的に悪くないっていう。おおおおお、びっくりした。これすごいやつ引いてる可能性もありますよ。うわびっくり、びっくり、ありがとうございます。もう天国準備関係なしですね。もう中段チェリーの時点でもうこれ天国行きます。いやー嬉しい、これ激アツですよ。ということでとりあえず当たりますね。はい、ありがとうございます。でとりあえずビッグ、投資が450枚でビッグです。はい、とりあえずビッグ、僕は締めで紹介したいと思います。いやまあ、天国も大事ですけど、このビッグを生かしちゃえば吉宗はこれだけで出せる機会でもありますからね。頑張っていこう。ちなみにこうやって揃うんですけど、揃ったからって別に何かが確定するわけではないんですよね。ただ揃いまくってる時とかダブルが多い時とかは AT とかをの突入を若干期待してもいいのかなと、そんな程度です。ただそれを存分に楽しむことによって、まあ、ちょっとオカルトチェックなこと言いますけど、この吉宗を楽しむことができてさらに熱くなれると。おーし、おーし、ナイス。よーし、うまい、強手に継続、よし。いやー、行ってくれ、強調行ってくれ。マジか、マジか。まあ、とは言っても最後まで分かんないのが姫でもありますね。いいんです、いいんです、しょうがない。さあ、上乗せの方は果たして。あー、来た。ちなみに途中で引いたのは強チェリー1回のみですね。ヒヒヒ以外、ヒヒヒ、お、よし、ナイス。はい、お、素晴らしい。これ全然 OK です。やれる気がします、今日。ちょっと全然当たる気配がないんでやめます。 D-MAX でハマりを食らったポポは大移動することに。その向かった先は、
とことん古い台で遊ぼうかなということで、今度は花火の匠に来てます。これもね、4号機の時に非常に流行った台で、懐かしい思い出があります。ただ、もうすでに投資は500万を超えそうになってるんで、そうですね、これでちょっと調子が悪かったら AT 機に行かないと追いつかないかなという感じです。お、上乗せが2つ。さあ、どうでしょう。あー、うまい。うまい。いきますよ。ダー、最高っすね。で、こうやって続けば続くほど、結果的に大盤振る舞い、AT のチャンスですから、まだまだ行きたいと思います。ピックだけで出玉を増やすガッキー、そしてさらに、待つなんでそんなにチャンスはないですけど、おお、やったね。やばいよこれ。マックスベット、さすがに。あれは行っただろう。あ、行った行った。はい。よーし。よーし。伸ばせるかどうか。最低50%。で、2回は確定ですからね、最後の。いよいよ。こういう揃えは揃うほどいい。ここで終了しましたが、まあまあじゃないでしょうか。で、姫の場合はこれで全部が分かんないですからね。まだ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 チャンス。ちなみにここでボーダーズを変えたら分かるんですけど、僕はあえて見ないで最後まで取っておきます。来ました、花火一番の激アツめ、通称バーバードンちゃん、斜め氷か大当たりかで、斜め氷の時も確かどっち抽選やってるんで、どちらにせよ熱いと有名です。まあ、外れたらもう確定ですね。さあどうしましょう。いいか、もう押すか。焦りました。やりました。遅れましたね、今。遅れが出ましたよ。さあ。やりました。早い当たりで非常に助かります。ビッグを引き、なんとか投資を抑えたポポ。A タイプならではの連チャンを見せてほしいですね。まだ乗ってる可能性ありますから。おー、大盤振る舞いも出てきました。最高。よーし。いや、最高。この展開最高っす。今一応投資が450枚なんで、すでにそれはクリアで、大盤振る舞い突入。そしてさらに言うと、最強チェリー、中段チェリー引いた後なんで、天国にはいるんですよ。ってことは、絡めばでかいですね。まあ、A か B かはまだ分かんないですけどね。とにかくここで出すに越したものはないんで、頑張っていきたいと思います。はい。はい、先ほどのボーナスから19ゲーム、なんとも美
入りました。調子いいなこれ。ゲチェだ。はい、ということで2機の連チャンです。連チャンで出玉を増やすパパ。一方ガッキーはということで継続がなければ一旦 AT は終了しますね。はい、終わった臭い、終わった臭い。ああ30ゲームか。なるほど、ここ大事ですね。ここが大事だ。はい、また先ほどのボーナスから28ゲームクレジット内で、このリーチ目です。いやー、やっぱり面白いな花火は。あら、レギュラーか。レギュラー、レギュラー、レギュラー、レギュラーか。まあまあまあ、この台だけで言うと投資が50枚なので、非常に助かっております。トータルで言っても投資が500枚で今600、700枚ぐらい。これはあ、ミスった。あ、いった。今日はなんか A タイプだけで目標達成しそうな勢いですね。ついにプラスに転じたポポ。ビッグ中のガッキーはというと、あーラスト、おラッキーラッキーパターン、大当たりと大盤振る舞いしかございません。さあ行きましょう。まあまあまあ、オッケーオッケー、1ゲームライン。なんか展開がすごくいいですね。もう今日は姫に頼ろうと思います。今度は1ゲームレーンを引いたガッキーと、ここでゴスロコーナーで遊ぶアミちゃんを発見。終わったけど私も実はバジリスク2で遊んでるんですけど、投資400枚で5連してます。5連全然遊べてます。おおおばらちゃんやった、引き戻した、やったもうめっちゃ嬉しい。次のベルナビで終了。普通だな。あー終わった。あー、しかもアイコンがゾウだ。ここで姫絡みがあるとめっちゃ嬉しかったんですけどね。姫かチビ姫とか
せめてくノ一とか天国 A だったっぽいですけどね。合格入るな。入っちゃった。結局この後128ゲームを抜けてしまったガッキー。残念ながらここで前半戦は終了です。はい、ということで前半戦終了しましたけれども、はい、途中経過の方はいかがでしょうか。はい、ポポさんからいきましょうか。はい、私がですね、投資が500枚、はい、売ってる台が最初 BMAX 売ってたんですけれども、目押しが難しすぎて、そこから花火に移動しまして。編集長の発言ですかそれ。いやいやいや、あのね、昔とはちょっと違う。違う、うん、機械の精度が上がってるから。はあはあ、昔はちょっと早めに押せばよかったのに、今回はちょっとビタっていっちゃうんで、ちょっとそれ慣れるの大変だなと思って、レギュラー中全部ビタ押し必要だから、ちょっとねこれ疲れるなと思って隣の花火に巧みに移動しまして、はいはいはい、まあ、サクッと3連チャンくらいして、それがちょっと飲まれかけなんで今300枚くらいですかね、手持ちにあります。ってことは現状は、はい、あと何枚だ、700枚、目標が500枚ですからね。そうです。なんで、まあちょっと後半はちょっと処分出ないと無理かなっていう状況になってきました。ガキはどうでしょう。僕ですね、はい、まずはボンバーパワフル2の天国やめの台があったんで、はいはい、それをサクッと回して、はいはい、何もなく、はい、で、天国準備にいた吉宗を見つけたんですよ。はあはあ、はい、それを打っちゃったんですけど、はい、打ったらなんと中段チェリー引けまして、おおっと、ほうほうほう、これはいけるぞと思ったんですけど、現在750枚ぐらいですかね。で投資が、450枚なんでプラス300枚ってところです。はい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 、なんで僕も同じぐらいですね、700枚ぐらいです。残り1000枚だったんで、うん、まあ、後半はね、まあ、一緒になりますけど、後半どうしていくんですか。いや僕そうですね、ちょっと吉宗はやめようと思ってます。はあ、はあ、はい、移動してで移動して、ただめっちゃ稼働がいいんですよね。そうですね、うん、なかなか、うん、立ち回りが難しい。そうなんですよ、空き台が少なくて。ちなみに僕ちょっと見たんですけど、はい、打ってましたよね。そうなんです、実はしれっと5円スロットコーナーでちょっと打たせてもらってるんですけど。何打ってる、うん、バジリスク2打ってるんですけど、はい、投資400枚で金7とか赤7、うん、3回出したりして7連してすごい、今800枚ぐらいあります。はあはあはあ、全然あなたの収支聞きたくないですけどね。さあということで前半戦はこんな感じですけれども、はい、後半戦ありますからね、はい、まだまだ分かりませんので、はい、皆さん気合を入れて、はい、ぜひ、ね、達成してほしいと思います。まあ僕もですけど、いや2人ですからね、あまり関係ないし。アミちゃんはそもそも参加してないし、まあ、アミちゃんこの番組が終わる頃どんな声になってるのか、ね、楽しみに、ね、なりますね、はい、さあということで今週はここまでです。また来週お会いしましょう。さようなら。パチプレウェブにはパチンコパチプロの情報満載、パチプレチャンネルの登録募集中、パソコンの人はここをクリックしてね、スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック。パチプレイ。